旦那、かごはいかんだ。煙突でおやつがいるやつが。そうなんかいらん。いらんたって、もう逃げちゃったんでしょ。そもげはこれからっすって。逃がしたのはお前たちではないか。そんな雲助の脅かしに乗れるか。じゃあどうしても乗らねえってんですか。馬に乗るから引いてこい。大きな口きねえ。え、円卓の猿っちを見せ込むのやろ。